したら、充電器がこういうふうにしてこれカバーになっていて、まあこっちにはこういうふうな感じで、まあ英語で何を書いてるんかわからないんですけど、わからないんですけど、まあ、こういう感じで、ここにはこういうふうになんかこういう感じで、これは一体何なんでしょうか。何なんやろ、何やったんやろ、聞くん忘れちゃって、まあこれはまた今度聞いときますね。もし質問コーナーに書いてあったら、ミトン屋さんの行きつけ店で聞いてきます。んで、ここは、何が入ってるかというと、ちょっと待ってくださいね。こういう感じに、こういう感じに広げて、バッテリーが、こういう風に、入ってます。で、携帯が、充電を、できます。で、まあまあ私の方を、これを、バッテリーをしていきたいと思います。で、まあ言ったら、充電器を、刺しますね。刺したいんやけど、ここに、動かしてありますね。で、まあ、充電器と、高速時間、充電をバッテリーする時間を、まあ、今のうちに、こうやって線をほどして、充電をしたいと思います。この充電器は、どうやってやるんかね。なんか、これが、今ちょっと分かってなくって、どんな感じなのか分からへんねんけど、なんか線が多分、これだから、多分、こっちの方、こっちの方かね。こんな感じなんですけど。こんじゃ。で、こんな感じで、これをバッテリーに刺すんかね。あ、これがこんな感じなんで、もしかしたら、バッテリーが、先っちょが、これが伸びないんで、日本のやつは、できるようにはなってるとは思うんですけど、まあこれもこんな感じで、これでも au って書いてるよね。んで、まあこんな感じなんですけど、パソコンでするんかな。これは三つ股でやってるし、これは、こんな感じやし、これは、こんな感じになってますし、で結構めちゃくちゃ綺麗で、バッテリーの仕方はまた、あ、これかもしれん。これ、US って書いてるから。多分、これで、ここに線に、ここに線させました。ほんで、充電をしていきたいと思います。